原の月、袴だれ安助は安政に手を出すことができなかった。吉利は、美談武者八景でも、当院の秋月の代で安政を描いた、藤原康政は、平安時代中期の貴族。藤原南家、小瀬丸流、右京大部、藤原伊達す中の子。神は、正四位した、摂津神。摂津神となり同国平井に重したことから平井、康政とも呼ばれる。 遠遊院法眼大を務めた後、一条朝において、ヒューガ守る、ヒゴ守る、太宰小にと九州地方の地方官を務め、この間の観光7年生後一下に除せられる。三条朝初頭の観光8年中4一下に、少女され、昭和2年、山と守る県様言の神に任せられる。五一条朝の官任4年頃に、単語神に任せられ、妻の泉式部と人国に下る。 後、山と守る、摂津神を歴任し、以下は、正四位下に至る。また、藤原道長、頼道伏の家氏も務めた。五須坂朝諸島の長元九年九月に即居。去年七十九。最終官位は、摂津森正四位下。武勇二で源の頼信、平忠孝、平板スライラーと共に同朝四天皇と称された。後に、 同長の勧めもあり、女流歌人泉式部と結婚した。安政自身も歌人であり、五州和歌集に和歌作品一種が再録されている。中世文学の中で、坂の上の田村麻呂、藤原敏人、源頼光と共に、中世の伝説的な武人四人組の一人と紹介された。祇園祭りの安政山十月おぼろ月の夜に一人で笛を吹いて道を行くものがあった。 それを見つけた袴だれという盗賊の資料が衣装を奪おうとそのものの後をつけたが、どうにも恐ろしく思い出を出すことができなかった。そのものこそが安政で、安政は逆に袴だれを自らの家に連れ込んで衣を与えたところ、袴だれは当てて逃げ帰ったという、同様の説話は宇治周囲物語にもある。また、後世生袴だれは安政の弟、 藤原康介と同一視され、袴田れ康介と称されたが、根弱物語の説話が兄弟同士の間での話とは考えにくいため、実際は袴田れと藤原康介は別人と考えられている。泉式部に死神殿の梅を倒ってほしいと壊れ、慶語の北面武士に弓を追いかけられるも何とか一死を得て愛を認めたという逸話があり、 京都の祇園祭りの安政山のモチーフにもなっている。ありがとうございます。